はい、ツアー終わりまして今1時30分かな、1時15分ですね。はい、宿帰ってきました。お昼ご飯食べてないんで、まあ、マクドナルドちょっとキュウリバーガーのこと調べてからマクドナルド行こうと思います。はい、はい、キュウリバーガー求めてもう一度マクド行ったんですけど、あのマクドにはないらしいです。なのでまた違う街に行った時に探してみます。なんで一旦今日はホステル戻って、またパスタか、毎食パスタが飽きてきたな。まあいや行きます。なんか調べてたら、はい、街中のちょっと街の外れというか街から歩いて5分ぐらいのところにマッドプールもあるみたいなんで見に来ました。全然あの予備知識なしというか事前情報なしなんで、今からどこにマッドプールがあるか探します。どこだろう。今ね午後5時ぐらいです。全然まだ日が高い、夏だもんね、しょうがないね。なんかね、あのなんか入ったら必ず鍵かけてねって書いてあるんですけど、なんかあの別に映すほどのマッドなプールはなかったんで、はい、スルーさせていただきます。このあれかな、侵入禁止エリアになんか行けばあるのかな。でかい鳥いるな、でかい鳥いるな。これ昨日見たやつだな。こいつな、ちょうど見えないけど、ここか、ね、こいつマッドの中にいますね。こうやってところどころ湧いてるんですけど、まあでもあえて写真に撮るほどのものでもない、ね、はい、面白いですね。こういうのが街中にあるのがすごいですよね。公園内にあったわ、湧いてるとこ。すげえな、もう普通にあるんだよな、こっちもね。すごいな、本当に温泉の街ですね。ここもね、ちょっと分かりにくいけど湖面から湯気が出てるんですよ。だからちょっとあったかいんだよね。色が黒いよな、ちょっと表の方はあれね、あぶっが出てますね。さっきとはまた違う色だし不思議ですね。ここもね、蒸気出てるんですよ。なんかこうやって仕切られてるところは何かしら湧いてると思った方がいい。あそこもそこもそこも、はい、行ってみようか。ほら、ここなんてさ、無色透明じゃん、綺麗じゃん、入れそうじゃん、お風呂やんね、入りたいわ。ここもさ、湧いてるやん、しかも色が乳白色、温泉じゃん、完全に。わかる、ほら、湧いてるでしょ。不思議だね。ここはね、ちょっと汚いから入りたくない、でも湧いてる。すごいね、歩いて3メートル行くと次の温泉があるよ。すごいな。ほら、次見えてるでしょ、もうね。ちょっと見にくいから場所移動するけど、ほら、ワイトリアン、シャンパンパークみたいでしょ、あ、シャンパンポンドみたいでしょね。あっちこっちに、ほら、こっちもずっとあるよ。すごいな。もうさ、落としてるよ、もうグラグラ。温泉卵作りたいわね、日本の温泉卵導入したら名物になるんちゃうか。悪いけど一個一個取ってたらキリがないので、これまとめてお見せします。車の音でかき消されちゃってるけど、この柵一個一個近寄ると何かが湧いてる音がします。こんなんだよ、すごいな、大バーゲンセールや。こういうとこからちょっとパックもらって帰ったらいいんじゃないの、泥パック買わなくてもさ。ここなんかもうすごい匂いもきついっすよ。いいね、マジでキリがないんだけど。すごい、もうなんかどこ見てもありがたみがなくなってきたんで、そろそろ打ち止めにしよう。向こう行ったら海見え、あ、湖見えるのかな。これも多分右側も左側も両方とも湧いてます。あ、左側はもう枯れてるかな。聞こえますか、グツグツ言ってるよ。ところがどっこい、もうあと1個最高にでかいのがあるんですわ。ここが親玉だった。すっごこんなすごいわ。はい、ここが親玉っぽいですね。すげえグツグツだぜ。これはすごい、
これはすごいよ。この辺とか見て、この海中湖中の地形が丸っきり見えるよね。水が透明、透明度高いからすごいな。ここ無料で来れるんですよ。っていうかここでよくねって感じ。完結点はないけれどさ、ここ来たらもうなんか大満足だわ。すごいね。はい、プールの温度100度らしいです。絶対に入んな。はい、別角度からです。すごいな。もうちょっと海中の様子見たいね。うわー、ここちょっと下がぬかるんでるから気をつけろって感じなんだけどさ、そもそもこいつら温度100度ってことでしょ。やべえじゃん、ほな入ったら。これ埋まっとるやん。これデンジャーじゃねえよ。やべえよ。すごいな。こんなですわ。この湯気の向こうに見える枯れた木があるね、地獄感出してるけど、その向こう普通に人が歩いてるんでね。ここはね、行けないように止めてあるんです。ここから先行くと死ぬってことですね。こんな感じで止めてあるんです。暑いよ。ここにいると湯気が上がって暑いよ。でも肌しっとりだわ。全然湖面が荒れちゃって中見えないですね。さっきの大きな川が、あの池から川が流れてきてここに来るんですけど、この先ないんだよね。あっち行くのか、右側行くのかな、どこ行くんだろう。なんかね、一回川消えたんですけど、地中を通って別の割と大きな池に出ました。ここも湯気湧いてるんであったかいんでしょう。ちょっと回ってみようか。池の反対方向来ましたが、そこのですね、右手のところで、じゃあ左手のところで地中にまた入ってどっか行っちゃうんで、ここまでしかないですね、終えるのは。この先公園なくなっちゃうんですよ。はい、なのでここで終了ですが、ここも湧いてますね、ほらね、こことかよく湧いてるよ。ブーブー言ってるよ。面白い公園だった。無料でございます、ぜひ来てください。あ、終わりました。こっちはね、直射日光当たってて暑いからみんないないけど、こっちはほら結構人います。さっき触ったら結構いい温度でした。暑くて入りたくない。やべえ、温泉天国だぜ。ここなんて見て、めっちゃ箱一回コンクリートで固めてあんのか。透明度高、奥の方まで見えるよね。ちょっと反射したって見にくいけど、まあとはいえキリがないんでこれで帰ります。はい、以上マッドプール公園でした。ちょっとだけガーデンを見ますので。おー、素敵じゃん。やっていこう。行こうか。素敵やろ。なんとか。さっきの反対方向からですけど、こうなって。こうなって。こう。なんだろうね、不思議な花。さあ、ちょっとだけ足使っちゃおうかな、やっぱり。はい、ロトルア最終日の夜は買いすぎちゃった食材やっつけリングです。ビーフ 100% ハンバーグ、うまいんだこれ。